どうもすいません。アルテミスステークスの結果分析です。1着ソダシ、2着ククナ、3着テンハッピーローズでした。1000メートルの通過が1分09秒で、2歳牝馬の重賞にしてもスローでしたね。で、ソダシ自体もあまりスローペースとか瞬発力勝負は良くないんですが、吉田隼人騎手がですね、瞬発力勝負にしたくないっていうような意識で早めに仕掛けたということ、あとは2番手みたいな極端なポジションが取れてたことによって乗りやすかった部分もあったかなっていうふうに思いますね。ですからまあ現状では完成度の高さ、早熟気味のタイプだとは思うので、まあ、能力で1枚上回ったかなっていうような感じではありますね。まあでも例えば3、4番手とかですね、少しでもポジション悪くなってたら乗り方とかが難しくなってくるところはあったと思いますし、今後半年後1年後に東京コースがベストになるかというとそういうタイプでもないとは思うので、右回りとか中距離ぐらいの方が乗りやすくなるかなと思いますね。で、今回ちょっと今後に向けて不安になってしまうのは、全体的にスローペースで時計も遅かったことと、あとはやっぱりまともに競馬をしてないところがあって、マイペースで競馬しすぎたところなんですよね。もし阪神ジュベナイルフィリーズでポジションが悪くなったりだとか、あとは他の馬たちの競馬に乗っかるような形になってしまった時に、そういったようなマイペースの競馬ができなかった時にどういう結果になるかっていうのは、ちょっと今回の競馬でははっきりとは言えないところがあるので、不安は残したまま G1 に向かうことにはなるかなっていうふうに思いますね。ただ右回りは比較的得意だと思いますし、コーナーから反応のいい器用なタイプでもありますんで、構想はする可能性が高いかなっていうふうに思います。ただマイルっていうのは いかにもマイルっていうようなレースにはならなかったので、いかにもなマイルっていう感じのレース展開になった時にどこまで対応できるかもちょっと不安はありますね。2着のククナに関しては、ここのメンバーの中で上位3頭に入る能力があったかというとそこまでの馬ではないので、もう完全にルメール騎手が2着に持ってきたっていうような形ですね。まあ、他の馬もルメール騎手が乗ってれば2着3着に来たんじゃないかっていう馬は何頭かいましたんで、まあ、ククナ陣営はまずルメール騎手を用意した、ルメール騎手に騎乗を依頼したっていうところで、まあ、準備段階で一つ勝ってたなっていうようなところではありますね。で、テンハッピーローズに関してはですね、まあ、もうちょっとどっかで前に壁を作れたり極端な競馬ができればよかったんですが、まあ、後位中段の外をずっと回るような形で、まあ、うちの方荒れてはいましたけれども、さすがにあれだけちょっとロスのある競馬をすると不利だったかなっていうふうに思いますんで、まあ、もうちょっと極端に足を溜めれてたら2着には来れたかなっていうような内容ではありますね。やっぱり馬体的にもテンハッピーローズいいですし、次の阪神ジュベナイルフィリーズも期待できる範疇だと思いますね。それでは右の方から一頭ずついきます。タウゼントシェーン。タウゼントシェーンはとにかく完成度が低いんだけれども素質はあるっていう評価だったんですけれども、一回使ってこの時期だとガラッと変わる馬もいるんで、その辺期待した部分もあったんですが、特に大きく変わってなくて、少しまだ成長には時間がかかるのかなっていうような馬体ではありますね。で、さらに内枠引いて、もう中段の内の方でずっと馬場の悪い内を通って直線もそうで、まだパワーがつききってない完成度の低さから、もう全然走りがバラバラになってしまって、全然っていうような内容ではありますね。ですからどっかで外に出せてたりしてれば、少しは違ったかなっていうふうに思いますし、ちょっと戸崎騎手はですね、よく言えば慎重派なんですが、逆に言うと腹くくって大胆なことができないところもあって、こういうような内枠引いて完成度の低いタイプだったら、まあ、一旦最高峰に下げて外に出すとか、武豊騎手とかだったらそういうこと結構やるんですけれども、それぐらいな気持ちで乗った方が良かったかなっていうふうに思いますね。ストゥーティーはですね、まあ、ちょっと体の動きが大きすぎるかなっていうような感じで、もうちょっとコンパクトにまとまっててほしいところがあって、まあ新馬戦の方がそのコンパクトな動きはできてたかなというようなところはあるんですが、まあでも仕上がりとしては良かったと思いますね。
で、まあ、このまま内枠が響いたんですけれども、でもこの馬に関してはちゃんと落ち着いてですね、直線の入り口のところで待って、前のソダシの後ろからついてって、ソダシを先に行かして、そこから外、もしくはうち一頭分ぐらいだったら問題ないので、その辺を突くとかすればよかったんですけれども、もう直線向いてすぐ慌てて、空いたとこ空いたとこを打ちついてっていうような形で、もうすぐ追い出して400メートルまともにずっと追ってるような形なんですよね。そうなってくると、うちの方ババも悪いですし、足の使いどころっていうのを考えてないので、ラスト100メートル、50メートルのところで外の馬たちの方がぐいっと伸びる。これは競馬ではよくあることなんで、まあ、そのパターンにはまってしまってて、もうただ何も考えずに打ちついて追ってるっていうだけなんで、ちょっと馬の足を引っ張ってしまったかなっていうようなところはありますね。このストゥーティはですね、新馬戦の時から馬体、レース内容にセンスを感じましたし、まあ、今後は厩舎力、あとは乗せるジョッキーですね、その辺がうまく噛み合うかどうかですね。ミルーはですね、まあ、やっぱり少し硬く映るんで、時計のかかるようなババの方が合うかなっていうふうに思いますね。かといってダートが合うかというとそんな感じにも見えないので、まあ、今回は後方からで岩田未来騎手も外に出してましたし、まあ、それなりに普通のことはしてくれたので次につながる競馬にはなったかなっていうふうに思いますね。クールキャットはですね、思ってたよりも良かったですね。馬体も増えて少し成長したかなっていうふうに思います。で、まあ後位からそれなりの内容で伸びてもいますし、悪くないんですが、ただ将来的には多分1004以下の方が合うような感じになる可能性、1004ぐらいが合うような感じになるかもしれないなっていうような感じの馬体でもありますね。ユーバーレーベンはまだもちろん完成度は高くはないんですけれども、まあでもそれなりの仕上がりにはあって力は出せる仕上がりだったんですが、まあ道中からもうスタート直後中途半端に出してしまって、それでずっとずるずる下がっていって、直線を向いた時には最高峰に近いところにいるような感じですね。で、もう折り合いも書いてますし、やっぱりまず技術的、根本的な技術が足りないところで折り合いつけられてないということ、あとは、やっぱりその、ポジション取りっていうのは早めに決めなきゃいけないので、ああいうふうに道中からずるずる下がるとか、最悪パターンなんですよね。ですから、最高峰から行くんだったら最初から下げるとか、それだったら全然違いますし、その辺で、まあ折り合い、とか馬の気分を害したようなところもあるかなというような感じでもありますね。で、まあ、直線入っても馬場の悪いとこ通ってて、そうなってくるとジョッキーの技術的なレベルも問われるようなところがあって、まあ、なんか前がまだ空いてない時に仕掛けてゴーサイン出してたりだとか、その辺なんかもちょっと全然落ち着き当たらないというか、馬の気分を害してしまうようなことをしてしまってますし、とにかく馬だけで言ったらここでは上位5、6頭には確実に入ってましたし、例えばルメール騎手が乗ってたら上位には食い込んでたかなっていうような馬ではありますね。ククナは大物感はないにしても、まあそれなりに仕上がってましたんで、まあ構想してもおかしくないっちゃないんですけれども、ただパドックを見た時点で上位3頭に上げれるかというと全然そこまでの馬ではないですし、やっぱりルメール騎手だなっていうような感じですね。で、まあ中段あたりで足を溜めてたんですけれども、まあババが悪くてもルメール騎手の技術だったら、スッとある程度動かせますし、で、まあ直線ではババのいい外に出したということで、あれだけババのいいところにスッと出せば、ルメール騎手なら伸びるだろうなっていうような内容ですね。ただもちろんククナ自体もですね、競馬に行っていいところがあるというか、見た目以上に走ったようなところもありますんで、まあ、そういった意味ではもしかしたら素質があるかもしれないですし、今後変わる可能性はあるんですが、でもやっぱり単純な比較でいくとですね、素質に関してもここで上位3頭に入るかというとまずそれはないですし、っていうところですね。ウィン・アグライアはですね、
まあ、比較的早い段階で活躍させてあげないとっていうようなタイプなので、今回なんかはチャンスだったんですが、まあ、とにかく横山武史騎手は、まあ、一応今関東リーディング見本のリーディングジョッキーではあるんですけれども、まあ、全然まだまだのジョッキーだなっていうようなところですね。特に重賞なんかでも横山武史騎手もそうですし、岩田未来騎手でもそうですし、まあ、ちょっと大味な競馬になってしまうというか、腹くくれない、落ち着いて乗れないような騎乗が多いかなというようなところで、今回もこのウィンアグライアンはもっと走っていいんですけれども、恋の3番手の内にいて、それで外にソダシがいて、ああいうような手応えのいい能力の高い馬がいたら、その馬とはあんまりまともにやらない方がいいんですよね。しかも外にいるんで、ソダシのプレッシャーがもろにかかってしまう、内にいるウィンアグライアンなんで、無理をしない方がいいんですよね。ですから先にソダシを行かせて、そこで落ち着いて待って外に出すとか、ソダシの外に出すとか、それがベストなんですけれども、もう慌ててソダシの内が一頭分空いたらそこ入ろうとして強引に追い出してて、もうそれでは加速はつかないですし、外の馬の方が手応えも反応もいいので、ソダシの方が能力が高いので、もろにその潰されてるような形に近いんですよね。まだ内の方をつくんだったら4コーナー回りながらもう一気に入っちゃうとか、4コーナーの手前で入るぐらいな、それぐらいなことができればもっといいんですけれども、結局は直線向いてから手応えのいい育ちの内狭いところを突こうという考え方自体がまず競馬を理解できてないかなっていうところですね。シャドーファックス、シャドーファックスはですね、ウィン・アグライアとそんなにはポジションは変わらないんですけれども、ただソダシの後ろで余計なことをしなかったんですよね。ですから最後の伸びにはつながったかなっていうのと、あとはスウェプトオーバーボードでこういう荒れた部分をある程度こなせるタイプかなっていうようなところでそれなりには走ったんですが、ただやっぱりですね、思ってた通り新馬戦の時と比べて使って少し全体的にこじんまり硬くなってるというかですね、躍動感とかスケールが増したっていう感じはまずないんですよね。ですから今後に関してはどんどん硬くなっていく可能性もありえますし、まあ、硬くならないにしてもダートの方が合うとか短距離の方が乗りやすいとか、そういったような感じになっていく可能性が高いかなっていうふうに思いますね。オレンジフィズ、オレンジフィズはまあ全体的に大きくなるとかパワーアップすればいいんですが、まあ、やっぱりあんまりパワーがないタイプでもありますし、馬場が荒れた中で、それで、まあ、育ちあたりが早めに来るような形なので、ちょっと相手も強かったかなっていうようなところではありますね。まあ、逃げれたっていうことは良かったんで、もっと大胆に早め早めっていうような感じで仕掛けてれば違ったとは思うんですが、まあ、スローに落としてしまって、マークされやすいような展開になったことも逆に良くはなかったかなっていうふうに思いますね。ペイシャフェスタ。ペイシャフェスタもここに入ると硬く映りますね。まあ、短めの距離で相手関係考えて使っていった方がいいかなというふうに思います。もしかしたらダートを使えればっていうような感じでありますね。西野リースはバネとか結構いいものがあるんですが、ちょっとそのもうちょいふっくら作ればいいんですけれども、この成長段階でまたちょっとボリュームが足りてないような感じになってましたんで、まあ、そこはなんか進展がなかったかなっていうような感じはしますね。で、後方で外回ってても、まあ、今回に関しては特に内田騎手は批判するところはないかなっていうような内容なんですが、まあ、もちろん技術的に足りないとか追えないっていうところはあるんですけれども、まあ、でも次につながる結果にはなったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ハイプリーステス。ハイプリーステスはやっぱりここでは相手が強すぎましたし、硬いですし、まあ、全然手応えがないまま終わってしまったっていうような感じですね。テンハッピーローズ。テンハッピーローズもですね、もうちょっと余裕のある作りにした方がいいかなとは思ったんですが、まあでも仕上がりはイーブルイだったかなっていうふうに思いますね。で、とにかく最初にも言った通り、後位の外をずっと回るような形で、まあ、さすがにロスがありましたね。で、直線の入り口で置かれてしまったのは、ああいうふうにロスのある形でポジションを取ってしまってっていうような形のせいでなったところはあるかなと思いますが、
まあ、腹くくって後ろから行ってもよかったんでしょうけれども、まあ、でもどっかでばらけてくれればっていう気持ちがあって田辺騎手もある程度出したとは思うので、結果として運がなかったっていうところですね。まあ、ただ直線伸びたっていうところは田辺騎手直線の入り口でも落ち着いて体勢を整えてから追い出して、さらに田辺騎手ある程度追えるジョッキーなので、まあ、3着までは来たかなっていうようなところですね。ソダシはですね、やっぱり早熟気味のタイプではあると思いますね。もちろんパワーアップしたりはするとは思うんですが、まあ、使っていって極端に瞬発力が伸びるとかそういったようなことはないとは思いますし、こういうタイプのままいって基本的にはスピードとセンスとしぶとさで勝負していった方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ、かといってワンペースとまではいかないので、まあ、突き放したりしぶとさを出したりするような後半の足はありますんで、まあ、今はそうですね、心身も充実してるかなっていうふうに思いますんで、阪神ジュベナイルフィリーズでもチャンスはあるかもなとは思うんですが、でも最初にも言った通り厳しい競馬をしてないということと、あとはいかにもマイルっていうようなそういうペースに対応できるかっていうところはまだわからないかなっていうような感じではありますね。森のカンナちゃんはですね、思ってたよりも仕上がりが良かったですね。まあ、個性的な馬体とか足の形をしてるんで、ちょっと仕上がり具合分かりにくいタイプではあるんですが、森のカンナちゃんはこういう馬体だということを知ってて見れば仕上がりがいいなっていうふうには分かりますね。で、横山和夫騎手もですね、後方の外を回ったんですけれども、まあ、でも普通に足を貯めて素足勝負っていうような形でうまく乗ってますし、まあ、ある程度追い技術も高いジョッキーではありますんで、まあ、そういう意味では次につながる競馬ができたかなとは思うんですが、ただレース前に思ってた通り東京コースがそんなにいいっていうタイプでもないので、それなりの競馬はしてるんですが目立つ足も使えなかったっていうところもありますね。ですから右回りに変わったら、まあ、今まで右回りの内容がいいので、まあ、ちょっと今回とは違った内容になる可能性もありますし、次につながる競馬をしたということは大きいので、阪神ジュベナイルフィリーズではうまく足が貯めれた場合だと掲示板もしくはそれ以上の可能性もあり得るかなっていうようなところですね。バーチャリティはですね、まあ、馬の形はスラッとしててバランスもよく見えるんですけれども、ただやっぱりバネが足りないとか瞬発力パンチが足りないっていうようなタイプでもあって、まあ、そう考えたらそのソダシの外にいたんですが、もっと早く玉砕的に仕掛けていかないと横山紀弘騎手普通に綺麗に乗ってしまったんですよね。ですからそのソダシの方が反応がいいし先に仕掛けてるし、後手後手に回ったバーチャリティはソダシの競馬に飲まれてしまったっていうような形でなおさら苦しくなったかなっていうようなところですね。以上です。失礼します。